はいどうもこんにちはこんばんは。あ、最近朝寒くて起きられないよって人は高評価どうもズルフィーです。ということで今回なんですけど、今回はですね、まあ、皆さん、こいつ覚えてますか、このデバウアー。まあなんかシーズン9のワンタイムイベントあたりで大暴れしたこいつなんですけど、まあちょっと今回はですね、まあ最近というか先週のアップデートでこの雪の地帯が来たじゃないですか。雪の地帯といったら、まあこのねデバウアーが、まあ、初めてね、あの正体を表した場所なんですよ、この雪の地帯。なんでちょっと最近雪の地帯来たってことは、これワンチャンねこのデバウアーいるんじゃないかなってことで、今回はこのねデバウアーをちょっと探していきたいと思います。ではちょっとねいろいろ作戦を考えまして、まあ、まずはね昔のフォートナイトのシーズンのそのマップを理解していかないと、まあ、氷のあたりねそこを理解しておかないと、まあ、ちょっとね見つけられないんじゃないかということで、ちょっとリフトっていうねまあ、ツールを使って過去のシーズンに戻ってね、過去のマップを調査してから現在のねちょっとマップを、調査していこうかなということで、早速やっていきましょう。クリエイターサポートゼルフィーにすると、もしかすると起きたら1億 V バックスもらえてるかも。さあということで、やってまいりました。チャプター1のねシーズン7の世界でございます。シーズン OG じゃないですよこれ、シーズン7ですからねちゃんと。まあ、ってことでちょっとこのリフトを使って、まあ、まずこのシーズン7ね今ちょうど来てるんで、まあ、雪の地帯が発動でしょ、このまずシーズン7のねマップ調査ちょっとしていきたいと思います。もしかしたらねあのまあ、何か、まあ、デバウアーをね、まあ、見つける、まあ、手がかりがねあるかもしれない、もしかすると。さあということでやってまいりましたシーズン7。いやでもなんか最近ね実はこのマップを戻ってきたけど結構なんか割とまんまだね。いやでもちょっとダッシュできないの不便なの、やっぱりダッシュ大事だねこれ。もうわか全然ダッシュできないからねこれ。あーでもなんかやっぱマップはね違うね、ほらこの雪の地帯若干なんかこっちの方が多くない、若干ってかまあだいぶか。まあこのハッピーハムレットとかもねフラッシュファクトリーあたりかなんかが潰れてありますし、あとポーラーピークね、ポーラーピークも今ないことになってるからね。まず逆にこのグリーシーグローブとかはねあのまあシーズン OG はありますから、まあ、いいのか悪いのか分かりませんけど、まあまあまあ別に今のマップ楽しんでね、まあ、どっちでもいいですよってことで、でまあちょっとねこのシーズン7の世界でねこれ調査する場所っつったらやっぱりねもうこのポーラーピークあたりかな。いやーでもちょっとなーシーズン7のマップ帰ってきたけどさ、シーズン OG ポーラーピークくらいはなーあってほしかったな。ポーラーピークのほらあのでかい城見えます、あそこ、あのでかい城消えちゃってますからね、もう全然違うでしょほら、もう景色とかも割と違くないこの雪のマップ。ポーラーピークはなーあってほしかったよ本当に。さあそれではやってまいりました、ポーラーピークへ。はい、ポーラーピークへやってきたということで、まあ多分ねここら辺とかはわりかし一緒なんじゃないかな。でもなんかあれじゃない、若干違うな、若干違うけど、まあまあまあ大体一緒だよねっていう感じ。多分ねこの壁のあのもうほんとこっち側はもう全部切られちゃってると思うわ。この木の壁よりこの奥はもう切られちゃってるから、あ、まあ、そう考えると割と狭くなったな。てか だいぶ狭いな。まあちょっとじゃあここ見ます、この一番ね何かがあった場所なかったよねここ確か。なんか地下室あったからそこになんかあった記憶があるんだよな。だってことで地下室ね、はいあるんですよこれ。地下行ってあれなんかまだ地下なかったっけ、気のせい、なんか牢獄みたいな場所があって、あほらほらほらまだまだ地下があるんですよ。でねなんかどっかにね卵みたいなのがあったんだよな。あれまだこのシーズン7じゃなかったっけな、一応デバウアーが出たのがシーズン9だから9じゃなきゃない、もしかして7は特に何もなかった、あれなんか特に何もないかもな7。あれもなんかシーズン7にさなんか卵ぐらいはなかったっけな、なんかあった気がするんだけどないか、ここら辺に卵あった気がするんだよな、もう全然ないわ。いやーちょっとじゃあ変わり果ててるこのグリーシーグローブを降り立ちますよこれ。見てもうだいぶ違くない今と、もうほらもう全部凍っちゃってるからねここ、かわいそうなことに、本当にかわいそうすぎるよこれは。なんかね凍ってるけどこれ中に入る裏技みたいなのがあったんだよ昔、ここねほら壊して、あれ入れる、あれ、あそっかここの中は入れたんだ、そういえばそうだここはねなんかギリギリ入れたわ、そういえばそれ行ける場所と行けない場所あったね。いやーもうちょっとシーズン7特に何もなさそうだから、ちょっとハッピーハムレットだけ行ってちょっとシーズン9調査しておかないねこれね。うん、ちょっとシーズン9のマップ行こう。シーズン9ぐらいに確かデバウアーの名が出たからちょっとやっぱ9に期待した方がいいかも。うわー懐かしい、見てハッピーハムレットあるよこれ。いやハッピーハムレットもわりかし僕結構好きな街だったからな、今回も帰ってきてほしかったけどまさかの帰ってこないっていうね。さあ見てください、懐かしすぎるハッピーハムレットですこれ。もう多分二度と行くことができない街これ。いやーやばいなこれ。いやでも結構降りたわここ。いや懐かしいね、やっぱ帰ってきてほしかったねここも。やっぱ雪のマップっつったらねこのハッピーアムレットが結構重要な一つだからね。いやーまあじゃあ懐かしめたからちょっとシーズン9行きましょうかね、シーズン9の世界へ。
さあということで、シーズン9か9の世界に来ました。ほら結構変わってるでしょ。こことかこの名前プレッシャープラントって言うんだ。ちょっと待って、もう忘れてたわ。遊んでたはずなんだけどね。だいぶ覚えてる人そんなにいないでしょ、このプレッシャープラントなんて。まあ、ということで結構ここら辺のシーズンからね、まあデバワーが動き出してて、多分ね確かこのポーラーピークのここら辺あたりに目があるはずなんだよね。さあその目をちょっと、探しに行きましょう。ちょっと待って、飛ばなすぎでしょこれ。ちょっと待って、グライダー全然開かなかったわ今。まあ、てことで、ここら辺にねおそらくあるはずなんだよなと。デバウワー君の目がちょっとここら辺にあるはずなんだけど、どこら辺だっけな。なんかでもここら辺になかったっけな。ちょうどここら辺とかに目があるはずなんすよ。どっかに、どこだ。まあ、でも必ずこっち側にいるはず。グリーシーグローブの側にね目があるんだよ、でっかい目が。ちょっとこれが、探す手がかりになるのかもしれない。あれいないわ。あれ全然いないじゃん。多分ここにいたはずなんだよね。全然いないから、まああれだけど。いないね。ここにいたはずなんだよ、デバウアーの目が。確か。確かにここにちょうどいたはずなんだけど、いないっすね、これ。いや、ちょっとこれは、もうどうしようもねえな。全然昔のマップだけど、ヒントないわ。ここがちょっと変わってるぐらいだよね。ほんで、グリーシーグローブが、ね、凍っちゃってるぐらいしか、なんかもう、なんか実感できなかったんですけど。いや、まあ、まあちょっとまあ、でもなんとなくね、この昔のマップ把握したんで、まあじゃあちょっと探しに行ってみましょうか。あのシーズン OG のねマップの方戻っていきましょう。さあということで、まあちょっと調査していきましょうかね。まあちょっと今回リプレイで見ていくわけなんですけど、ほら見て、やっぱさっきと全然違うでしょ。ほらもう本当に半壊っていうか、もうありえないぐらいちょっと崩壊しちゃってるからね、この建物。いやどうだ、デバウアーの目ちょっとこの、ま、周りないかな。ちょっともうね、これちゃんとしっかりとこの周りね、この目が昔あったから。ちょっと待って、ないな。もう崩壊しちゃってるからな。昔目がねここら辺にあったんで、さっきここにあって映った場所がここなんだけど、崩壊しちゃっててな、もう希望がねえんだよな、ここ。いや、このハッピーハムレットがあったあたりとかも、なんかないこれ、あえて変わってないとかなんじゃないのこれ、もしかして。いや、その説はあるよ、ワンちゃん。でも特にな、もう本当にこれ普通にフラッシュファクトリーなんだよな。何も変わりがない。なんか変わっない、いる、いないよ、いなくねいなくね。いや、でもね、やっぱり僕はデバーはいてほしいんだ。ちょっと探す。おこの骨、おい、この骨もしかしてデバーはなんか死んだ骨じゃないかこれ、もしかしたら。ワンチャンあるぞこれ。いや、この骨とかもあるぞこれ。こことか、ほら、いや、これデバワーなんじゃないのこれ。絶対違うけど。この洞窟もな、ちょっと地味に怪しいんだけど。違うか、ちょっとな、いてほしいんだけどな。いやでもね、なんかタクマンさんの動画を見たんだけどね、ここら辺にある建物に、なんか、足跡があるんだよ。あ、これ確か。ここの、ほら、あ、ほら、見て。ここにほら、足跡があるんだよね、これ。この足跡でもさ、完全にデバウアーじゃん、これ。これ絶対そうだよね、こんな。こんなさ、足してるやつ、デバウアー以外いなくない？この足跡がもうね、いるっていう、もう証拠なんですよ。この湖の裏とかいいんじゃないのか？もう、裏入れねえわ。だって見てくださいよ、このゼロポイントの今の様子。ほら、もう、今まで見えてなかったのにさ、このキューブのさ、なんか力か知らないけど、ほら、もうゼロポイントが、なんか、光を放っちゃってんだよね、これ。もう、ほら、動かすと。すごい光ってんだよ、これ。もう、やばくない？また最悪なこと起こるよ。またタピオカになっちゃうから、僕はそれを阻止するために今ね、デバワーハンターの仕事してるわけですよ。いや、でもね、これちょっと前見つけたんだけどね、こっちにね、穴があるんだよね。謎の穴。ここですよ、ここ。ここにね、ほら、あれ入れない。力、ほら。ここにこの謎の穴があってね、いや、これワンチャンなんかあんじゃないかなってのを、ちょっと前話したんだけど、ここにな、デバウアーが今後埋まるかもしれない。もしかしたら、車って、なんか体育座りとかして入ってんじゃないの？こんなんかいつか。まあでもちょっと今調査してみましたけどね。いなそうですね、まだ。いや、いなくはない。絶対どっかにはいるわ。だって足跡あるんだもん。絶対どこかにはいるんで。皆さんちょっとデバウアー見つけたら、ぜひね、僕にすぐ DM ください。ちょっと僕はこのね、フォートナイトのマップ、そして皆さんをね、守るために、ちょっとデバウアーハンターとして頑張ってるんで、ちょっとぜひね、このマップの銃のどこかしらに、いる可能性があるので、皆さん本当に、目撃情報、お待ちしておりますということで、この動画に、ね、高評価を押さないと、僕はデバウアーを捕まえて押せない人の家にね、そのデバウアーを連れていこうと思うので、まあ、デバウアーの被害会いたくないよとしたらぜひチャンネル登録と、通知をオンにして高評価を教えてください。それでは今回はこんな感じで終わります。ではバイバイ。